ええ、トモエさん。この際どちらが先などと言っておられぬ。今この場で私たち二人と関係を持っていただきましょう。な、何言ってんの。若さ。さあ。ちょっと待って、二人とも頭を冷やせ。霧の門で逃げられた。いささか強引すぎたか。若様を怒らせてしまいました。いや、あれは怒ったというより、もっと戦場的な下着の方がお好みでした。さらしなんて色気のないものつけてるから。そういうことではないと思うが。若様が好みそうなもの。って聞いとらんな。